全国の麻雀ファンの皆様こんにちは本日は第十三期麻雀グランプリマックスベスト十六しいたくの模様をお届けいたします実況の古川彩乃ですよろしくお願い致しますそして解説は斉藤ゴープロが務めます斉藤プロ本日はよろしくお願いしますお願いいたしますこの麻雀グランプリマックスは今年度活躍したプロナンバーワンを決めるタイトル戦です それでは座順とともに出場選手の紹介ですまずはトンチャです大谷ゆうみプロ B2 リーグ所属今年度は女流王家三位マスターズベスト二十八、そして女流初の十段位を獲得し十段位シードによりベスト十六からの参戦ですそしてナンチャです B1 リーグ所属今年度は 第11期 JPMLWRC リーグ獲得の活躍により二次予選からの勝ち上がりです。グランプリポイント第3位石立武宏プロそしてシャーチャです瀬戸熊直樹プロ A2 リーグ所属最強位2連覇モンド名人戦優勝10段戦ベスト16出場などの活躍によりグランプリポイント1位のシードにて 本日のベスト十六からの参戦となります。そしてペーチャです。a ンリーグ所属、法位決定戦第四位、九段戦 S 出場などの成績により、二次予選からの勝ち上がりです。グランプリポイント第九位、吉田忠プロ。はい、以上のメンバーでの対局となります。それでは組み合わせ表がこちらです。 サイトプロ本日の見どころを、はい、よろしくお願いしますもう豪華メンバーですよねグランプリだしい、はい、もうなんか重厚な麻雀をーつ瀬戸熊さん吉田さんと何でもできる大谷さんと、はい、仕掛けでペースを握る石立さんと、はい、なんかすごくいい組み合わせだなって見応えある対局になりそうだなって感じますね、はい、ワクワクしますね、うん、はいありがとうございますそしてこれまでの第一次予選二次予選の結果がこちらそして 本日のベスト16となっておりますはいそれでは対局の準備ができたようです第13期マージャングランプリマックスベスト16シータカス1回戦の対局が立ち合い人猿川雅俊の合図で開始されましたなおルールは一発裏ドラ赤ドラのない日本プロマージャン連盟公式ルールで5回戦を戦いトータルポイント上位2名がベスト8に進出いたします まずはトーン一局大谷の野蛮ですドラは三走。斎藤プロ、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますさあどうでしょうか、うん、まあ普通ぐらいのハイパイでしたねそしてこちらがなんちゃの石立て、うん、こちらもまたでもダブトンから切って全然上がる気ままで戦うよっていう姿勢から入りましたね熊は一メンツ完成そして吉田がこちらマンズで一メンツできています、うん まだドラガー各社にはないですね,ですね、はい、ただ全員ドラは使い切れるような手学校なので、はい。あいい形になりましたね、ええうん。まあちょっとこれは中盤終盤勝負になりそうな全員のハイパイパですね、はい、そして本日は5回戦のトーナメント勝負となりますがこの5回戦っていうのポイントはどこにあるんですか ポイント、はい、どれくらいの感じで勝っていけばいいんですかねト、まあ、トーナメントってまあやっぱり一番手で逃げたいですよね基本はトーナメントって人によるんですけど <A> 結構リスクを後にしがちなプレイヤーが多くなるんで、はい、その分そのある程度抜けた1位になっておけばターゲットにされずに済むから。 結構人によるって言ったのがだからこそ序盤にすごくリスクを負って、はい、ポイントたくさん稼いであと、はい、で楽するっていう方のプレイヤータイプと、はい、リスクをとりあえず後回し後回しにして、はい、最後にあの並びでかわすプレイヤーとって結構分かれるんですよね。僕とかは後回しにするタイプなんですけど、はい、その辺とかが今日どう戦うかっていうのを多分見れると思うんで、はい、楽しみにしてみたいと思います。<当>オロチが見える そうですねそして次に移る瀬戸熊全順にドラの3層を引き入れてこの形、うん、ドラ位あるけど空形が残ってるんで、はい、ああここは嬉しいドラですね。そうですねとなると親のに少し苦しし苦いでしょうか三点数的には苦しいけど、はい、そこそこ有効なくっつきが残ってるので、はい、まあなんか角白いれば全然戦えるかなって印象はありますね。 で瀬戸熊天カンチーワンは役がありませんが闇点としていますうん堅く入ったっていうのと、はい、あと想像を持ってきたら多分パワー1切るんですよあの一通が見えるんで <A> からリえンゾーロースを言い相も」かな、はい、そのあたり持ってきたらおそらくパワー1で外すっていう形だと思いますこれ例えば「ウーワンとか引いてきてそれがそれは文句なしでリーチかないや文句はあるかもしれない <laughs> どうなるんでしょうか。うん、まあ、ドライチありますからね。はい、トン一局でリーチして積もって千二千とか十分だと思います。さあ、吉田これでタイヤを方向へ仕掛けも聞く形ではありますか。かチートイツ戦、パット、これリーチいくかな。リーチだ。三ワン短期。一枚切れですけど、はい、親番ということと。はい、打点上昇率があまりにも高いってことですね。メンタンチートイ。 えー、闇点だと4,800だけどリーチすると9,600ですからね。はい、はももう親の漫画みたいいなもんですね、はい、あとはあの大谷さんの捨て牌が見ての通りすごく情報が少ないんですよ。は、まあ、端っこばっか切ってるからそうですね自敗と端っこしか切れていません。うん、あよ予定通りさあ追いついた瀬戸熊、うん、まはあ、す大谷さんは老眼とか持ってくることも期待してたんですよね。 ローワンローワン持ってきて筋の三万が情報少なすぎて打たれるとか、はい、期待してたけど追っかけリーチされるともう祈るしかないですねさあここは親の大谷の先制リーチに瀬戸久がリーチをかぶせたところ三万一枚ある三万は一枚あります倍一に倍一<ん>で一枚持たれてる、うんはい1ありますねあただしさんドラ重なったけどちょ とやり一含みに件切り位置に C1 プッシュは打ちづらいですね。C1 はせとくの当たり牌です、はい。たださん結構いくタイプとはいえ、さすがにですよねここは。さあ数値は1はあ結構薄くなったっそこいで。あれ？一二六二枚。四万だっけ？二対二対一。二対一はまあ五分みたいなもんでしょう。う <laughs> さあどうなるのか。 吉田はここから復活粘って復活もありますかねきついかな7万が打ちきれないですからねうまいことピンズの下で回りきれればってとこでしょうねま、はい、んず引いて、うん、ドラとかドラとか出たらとりあえずポンして2ピンとか切るとかはあると思いますけどね、はい、うんさあ現状2対1のめくり合い 残り山も少なくなってまいりましたが、ここで撤退。吉田は撤退。うん、ただ多分ドラーンこったりしたら7万いく予定だった気がします。おっと天パだけど、ね、ああ3万一人に取ってる。これもしかしたらいくかもしれないですね。3万は渡に報じる。そうですあのー、やっぱ。 一人相手でウォータニさんの情報少ないと5200リーチボー2本ついてほぼ満顔の収入なんでこれは押してもおかしくないぐらい価値のある展開ですねあでも振り点か振り点かただここは三万が報酬になったリーチタイヤをチート率9600ウォータニの上がりですいや結構すぐ行くかなと思って見てて迷ってるから振り点だったってことなんですね、はい、そういうことか見落としましたすみません ここは大谷がリーチ対応チートイツ九千六百いい出だしなんじゃないですか相当いい出だしですねあの即リーチに踏み切ったっていうのが、はい、構想した感じですよね結構一枚切れでチ、はい、ュンチャンパイのチートイツってちょっとリーチ即リーチは打ちにくいかなというところですか待って待って待ってドラリアン像ですってえー、えー。ー さあとにかく大谷の親番が連チャンですが <laughs> これ上がりきると,とさっき言った、はい、あの序盤から攻めて攻めて1位通過を狙うみたいな、はい、モードに入りそうですね急所はローピンかな単野を確定するローピンが急所ですねローピンは地位するかなこれは魚谷に大チャンスでしかも対抗馬はいる どうでしょう。いないね。ちょっと今リーチと言われると押し返せないですよね。うん、リーチはしないと思うけど。<ー>これ。六、ね、チッパになると。八千オールまで見えますね。リーチ説とも。六七八単品三色ツモドラさんみたいな。いうん、公式ルールで。八千オールなんてなかなか。<laughs> いや、もう、それ一回で決定打になってもおかしくないぐらい。<laughs> まあ、今日五回戦ですからね。はい。決定打は言い過ぎとはいえ。 まあそれぐらい価値のある手配ですね。ただどこから仕掛けるか、うんあのローピンチイは一番しやすいんですけど、はい、序盤に数ピンとか強い優後牌切っててローピンチイって、はい、ドラドラ以上は透けますね。ルール的に。<ー>なんかあの単ヤオの人が数ピンウーピンとかこんな序盤でまず、はい、切らないじゃないですか。すね、タ単ヤオと仮定すると。はい にもかかかわららず切っててローピンチから入る。全然ロッキュー,ーピン切れてないのに、はい、もうこれはドラドラ以上しかも形が相当まとまってるスーピン切れるぐらいとかやもその仕掛けが入った瞬間に周りとしてはすね。そうです、ね、あのスーピンウーピンが落ちてなければ、はい、ドラドラっぽいけど速度は分からないになるんですよ。今回はチーから入ると速度も伴ってるって情報が出ちゃうんですね。だから ローピンチーしたいんだけど、はい、デメリットもそこそこ生まれるっていう状況になってるなるほど、うん、とはいえもう2段目入りましたからねチーするんじゃないかなとは思うんだけど例えば両腕のチーとかもで,でもいいですねしたらチーピンパーピン払うんでうん何でもチーかとなるととなるとーワンは違う泣けないはいいやーでもできればあここで単野を確定のチーパーピンもちょっとあるか うん、そういういことですねい、はい、ここはチーピンパーピンの両面ターツを落としていく、はい、これはもう99%泣きますね大谷が欲しいはい泣けるのかできればポンから入りたいかチーソーのポンですかうんちょっとやっぱチーよりは目立ちづらいポンの方はもしかしたらなんか手役あるのかなって想像させるんで、はい、ドライガイのケースも考えるんだけどこれでいいシャンテン ですね、ただリャン・パンワンとパワーワンは1枚ずつ切れてるんで、はい、5とか出た時にねどっちでチーするかとか石田でもいいシャンテンまで追いついていますうんかわせるかこのパワーワンはあ,ーあチーだ,チーだ強制さあこれで大谷天杯単野ラさん 1>, 1万1600 うわー強烈ただこれは、はい、まあさっき言ったあの打点と速度が伴ってそうな地位に見えますねやっぱり。E−1、Q−1、e、先に切ってるから、はい、染めてっぽくないとまず、はい、でウッパーンもまだ、えー、っと2枚目ですもんね2枚目のウッパーンを地位に入れてる。そうですねはい で序盤に相当形が整ってそうだと。この両腕は。ということですね。いないはい。はい,ない。そこまで考えられるんで、こういうふうに簡単に出なくなっちゃうんですよね。はい、なるほど。吉田もいい射点。残りは。ウーワンが二枚。ウーワンが二枚。両腕が。両腕は。一枚。三。そうですね一枚。三山なら十分か。 ああに上がりきれるか上がりたいよこれは上がりたいですよねはいぱいもうだっても,らもろたでみたいな感じが、ね、<laughs> もろたでですねでも本当泣くタイミング難しかったけど結果あのここは泣きで間違いないってタイミングで泣けたし、はい、あとは神の味噌汁結果はあじゃはまだ山にいますそして周りも。 まあ少なくともいいシャンテンから押さないとは思うけどあテンパだテンパいこれはかなり7万は比較的通りそうですからねウッパワンチーですからあとはリーチ打つかどうかだけですね馬強的には悪くなくてしかも中筋になってるのでこれは打ってもおかしくないけど、はい、やっぱ魚谷さんんの仕掛け評価が高いんですよ、はい、だからここは堅く拾いに行ってもいいかなとかドラ持ってきた時のために闇手にしようかなとか、えー、そういう間ですね はい、あこれはドラ持ってきた時のために3層打つか万が一4枚目のドラ来てね勘できないっていうのもデメリットですから、はい、あとは3層が打てるかどうか、はい、3層打っていった、うん、あこれで天杯で3万があたるとしたら大谷さん、はい、食い伸ばしケースか勘3万みたいな感じですね。 なんか食い伸ばしにしてはちょっとチュンチャンパイ切りすぎだからサン、はい、マンケアが本戦かなもしあとはリーチ打つかどうかとかさあここも闇点 2>,、うん、2人に闇点が入っているこのローピンは吉田の当たりはいこれはでも瀬戸熊さんの手配価値がかなり低いんでルタン、はい、うんということですねこれでも田中さん危ないですねリャンは持ってきたら止まんないですからいやわかんない だって結構もう無筋切れまくってますよウーワンはあんこにできるんですけど確かにリャンマンは,はやばい、ね、アウトですね止まらないかいさあ大谷も上がりたい違うローピンとかどうなんですかね一枚いる1枚いますねリャンマンここに来たあ<っ>さあ慎重に行きたい うん。大谷の当たり判定。助かるパターンだよ、<ー>これ。もう一回ツモが来る。来ないか。もう。最終手番。これが最終手番ですね。じゃあ、安全牌を。はい。そして天敗を取り切った。いや、上がれなかったですね、大谷さん。上がれませんでしたね。そして三人天敗か、石畑さんも天敗取り切った。 トーン一曲の一本場は大谷、石立、吉田の三人転廃で流曲ですこれは見応えバッチリの曲でしたねそうですねさんも中筋になってて、はい、しかもローピンよく見えるから、はい、リーチ行ってもおかしくなかったんですよリーチ行ってたら宝珠で,、ね、でしたね宝珠でしたねやっぱり大谷さんのあの仕掛けはやばいというのがもう他の三者の見解が一致したっていういい曲でしたよね、はい、うそうですね大谷の山れんちゃんです と曲の2本場ドラはもうちょっとね皮がおとなしい感じで進、うんね、めれ,ればよかったですけどね、はい、そこはちょっとついてなかったかなみたいな。ウッパーワがたまたま薄いリ目になってたとか、はい、そのなんかもう。 しょうがないから地したのかなみたいな印象を与える状況だったらねはい、はい、全然違ったかもしれないですけど目立っちゃいましたもんね、うん、て牌がだからついてるんだかついてないんだか分かんない感じでしたね <laughs> さあ吉田万寿が多い手配、はい、そして親の渡にこちらドラはありませんうん、なんちゃ石だて流派ドラの流派は一枚ーにいうます、あ、がパーソはい 瀬戸君も形はまだ厳しいがこの後どう伸びてくるか。さあここでね、軍、うん、タに連チャンしてポイントを伸ばしてスタートダッシュ決めたいところですね。やっぱトーナメントだと、はい、もうさっきも言いましたけどこう見逃してほしい、逃がしてほし,し,しいんですよね。もう どれくらいリードしたら逃が,し逃がそうってなる逃がそうっていうかう逃げさせてもらいますその2位と3位のポイントにもよりますけどね、はい、なんか60ぐらいプラスできればあドラコさ、うんとわあ、これはまとまれば一気に、うん、なんか60ぐらい浮いとくと、はい、下のスコア次第では結構道中見逃してもらえないかなみたいな2位との差が60ぐらいっていう感じですかとの差で考えると 40から50ぐらいあれば、まあ、気分的にはもういいやってなるかもしれないですね。うんただそれが何ゲーム目でそうなってるかにもよるけど、はい、3ゲーム終わった時点でなってると、はい、まあ4ゲーム目の展開次第では分かんないですからね。うん4ゲーム目終わった時点で2ーとの差が40ぐらいあると多分まあまあ良さそうですね展開次第では。 なるほど、そこを目指してリードし,したいけど、いいね、はい、したいけど、そう考えてできたら <laughs> もうたまると簡単なんで、結果的にそうなればいいやって思ってるだけで、ええ、ちょ,いちょっと待って、しかもううまた倍満のイーシャンテン現れましたね。麺本チートイドラドラ積もって4000戦。第三ラウンドはなくなりました。 ちょっとなんか <laughs> あの吉田さんは見てるかなっていうちょっと確かに確かに見る一瞬見るかなみたいなそうかもちょっと待ってこれむしろスーアンコウのリアンシャンンにもなりましたねあ,あらららら龍は山に1枚いますチュンは場に1枚山に1枚 1> これ仕掛けるかな E1、e、パワーもまあしょんぱいですもんね場的にはしょんぱいですね E1、e、は魚谷さんともちもちなんですけど田田、はい、さんはそれ知らないんで、はい、でもんえあ、うん、テンパターめんほんち白短期いやこれねないんですよない。あの石立さんに統一なんでドラ表と、はい、だから白短期ずっとやってるとどこで買えますかいやー買えるか微妙じゃないですか白短期ってちょっと 実勢一枚切れの、地敗と同等なんで。はい。そんなに悪くないと思いますよね。他に買える候補あるかな。えっ、ー、と。何は握れ、シャアは一切れ。ペイも一切れ、シャーペイだな。でもシャーももちもち。ダメだめだ。シャーももちもち、じゃもうペイぐらいしかない。ペイも。ペももち,もち <laughs> あ、じゃあもうダメだ。もしくは。これ、石立から出ることなさそうです、ね。ないですね。石立さんむしろ欲しいんで。そうですよね。 今ね地獄の「何ぐらいしかもうないなと思ったけど、はい、あ地獄の「難」はワンチャンあるかもしれない石立さんが今セットしてそうですね引いてきて中に入れてるうんこれは上がりが厳しいですねとなるととなるとあとは、はい、例えばペイ持ってくるじゃないですか、はい、ペイ持ってきて自順魚谷さんがその 1枚切れのペイを統一落とすとかそれかなそれが一番可能性高いですねもし上がれるとしたら今ペイ持ってきてペイに変える大谷さんが行って進んでペイペイと落とす、はい、あっちワンあチちいに変えたなるほどローワンのチャンスだローワン4枚自分から見えてて7枚1枚切れ頃合いってことですね 1> ないか瀬戸熊が瀬戸熊から打たれなければ打たれなさそうですね。そうで白、ね、が泣けたことで石立さんの天敗も見えてきたけど石立は本一のいいシャンテンあほらここで結構一枚切れのペイが候補になるじゃないですか。一順、はい、ペイ引いてきて入れ替えたらペイになりそうですもんね。うん、ペイは一切れでチートに当たる ぐらいしかないんだけど、はい、やっぱ吉田さんから気配が少し出てるんですね。だから本当にペイでいいのかなっていう間になってます。ただピンズは石立さんには危なくて、マンズは当然触れないから。イーワンよりはペイの方がマシかなっていう、まですね、これは。いいですね。はい。できればどっちも打たずに。はい。転廃する道を探ったけど、ないやと。ただベタ折りするほどではないなと。わあ、これ三万。数字で、ピンフ役割転廃。 打てるか。ただしさんの筋ではあるけど、やっぱ気配感じてますね、これは。うん、かなり打ちにくそうにしてはいるが。先天の交わしてで行くべきか、行った。瀬戸熊の町はリャンウーワン。リャンウーワンは。どうですかね。ああ<ー>、すごいテンパイ。石畳シャー。 と、これ、はい、はい<ょ><ょ>、しかし、ここは瀬戸熊かわし、いった。ピンフツも。四百、七百は。六百、九百の。つまがりです。であ、これ価値あるかわしになりましたね。<S 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 素晴らしい。いや、本当に。結構瀬戸熊さん、その序盤は。<S S S はい、ひどい結果になるまでは。ま <S S S 2>、はい、っすぐ行くとかはありますよね。 ひどい結果になってから修正していくみたいな、はい、うまくいけばそのままいくみたいなところも見てきているので、はい、それでいった可能性はあるかなと天敗だらしいさあそ,そしてと2ー,ソーまずまずダブトンポンして最低2900からっていうスタートですか、はい、1通もあるからってことですねこれあのパワー1から打ったのは<つ>あのピンズの1通です ピンズの1つ。はい。これ、まあ、形だけ見たらキピンとかいらないって言って切る人多いと思うんですけど、リアンハンヤを見ると、はい、パーバンの1って。なるほど。うん。結構公式ルールあるあるなんですよ。これって。あるある？あの形よりもリアンハンヤ重視でもなんか私親でダブトンとかあると、はい。なんか。 遠い手役追わなくてもいいかな。みたいなあ,あ、全然そ、それも正しいですよね。あの、どれが間違ってるとかっていうよりは。はい、まだ、石田出さんの中では、まだ一巡目だったら、これぐらい、ちょっと速度落としても見合うっていう判断をしているんですね。なんか、これが二段目とか入ってると、おそらく急ピンになってた。はい、うん。さあ、こちら親の石だって、九ピンが重なったところ。二千九百不満なんですね。ここでペン三ピン話すということは。う初を重ねての五千八百以上。はい もちろんドラを引いてもよしと、ええ、もう日給は気に入らないっていうああチートイツさあオートニッ一歩前進ですまあ確かに日給だとちょっと味気ないなっていう味気ないですよね気がしちゃいますよね、ま、周りから見るとタブトンポンって脅威ですけど、はい、あこれは一日さんが見えてきたおったちょっとワクワク ああでもなんかチュンも一ギレパーワンも一ギレチートイツ固定もありかなっていう間、ま、ですよねドラを残してパーソーを打っていきました大谷ですそしてドラドラなのはなんちゃの瀬戸クマなもドイツですこれで仕掛けも効きますがうそうですね仕掛けた時はおそらくドラ固定してチーソーとか打つと思います、はい、どこでチートイツ固定するかもうしたさあここで大谷はあなん泣けましたよ うんなくならそうになりそうですねバサも別にいい町じゃないしはい。なんちゃら瀬戸熊なんを仕掛けていいシャンテンさあ石立もトン統一ですがなかなかトンは顔を見せませんまだ手配にもない僕はあんまり気にしないけど、はい、このポンによって大谷さんの産品が流れましたね 三ピン狙い目にしてたんですよ<あ>チートイーツで本当だ石立てから無情にもつもぎられた <laughs> 目の前でわ3ピンいいと思ってたのになっていう心の声が聞こえてきましたね <laughs> 今悔しいですね <laughs> 分かんない大谷さんがそれをどう捉えるか分かんないけど <laughs> でもなんかこう照準自分の中で照準を合わせてた範囲がう、うん、食い流れたりするとまあちょそう思ってたのに<干>ってなります、はい、言葉悪いけどイラッとしますよね <laughs> 若干、瀬戸熊さんいつもあの重厚なんだから今回一泣きしないでよみたいな <laughs> そういうふうなクレームを心の中で入れつつ <laughs> 入れつつ、うん、やるんですけど入れつつ瀬戸熊は甘露ピンをチーして天配キューピンとローソンのシャンポンキューピンは石立てが二枚持っている牌です、うん、これはドラドラに見えるかも、はい、あの瀬戸熊さんの仕掛けはい 熊さんは結構そのあんまり遠い仕掛けをしないじゃないですか、はい、にもかかわらず5五七っていうちょっと愚形残りのピンズを残してたってことですよね。はい、そうですねってなるとそこまでして一泣きする理由はっていう推理を行うんでうん、はい、ドラドラの可能性が高いかなって僕なら読みますねドラドラかドラさんぐらいかドラさんは嫌だけどまあ可能性はゼロではないですね あ、となると、魚谷も。イーシャンテンで粘っていますが。うんまあ、結構やりづらいですね。え、九行くと危ないな。九ピンは。説得前の二重となる、うん。ちょっと危なかった。あ、現物の九番を合わせて、い、きました。はい。ただ、お嫌ですから、少し粘りたい。あ。三<あ>色、うん。さあ、吉田に天敗、ペン三番。うん。 まあこれもリーチいかないのはやっぱドラドラの可能性の高い瀬戸熊さんのローワンが筋にかかってると、はい、でドラ持ってきた時止めなきゃいけないからってことですねうん、はい、しかもそうかそ山にただ枚はい、あのローソン持ってきたら使えるんですね奇妙な形だけど入れ替えられますねはいそれも大きいこの4万は当たってもおかしくないないないい三点で粘っていましたが大谷 ちょっと怖いで、トンはやっぱ打点の種で当たった時高くなりがちはい、はい、降りるならこのタイミングですねあとは急走もちょっとあるけどここは我慢した我慢ですねこれ地位すると危ないか地位してあ、ピンズ打ってるかウーピンローピンはい石立ていいシャンテンところでドラは、はい、ドラは一枚だけいます一枚いますうん 石野手さんも欲しいし、忠、はい、さんも欲しいし、はい、みんな欲しい、うん。大谷さんも欲しいし、みんなドラ。まあまあ、また打ちづらいは持ってきました、ね。あ、三万これ吉田の当たりですよ。いやこれ当然、照らしするかどうかだけなんで。ここは吉田の上がりとなります。三色、二千六百の上がり。うん。 いや、いい闇点ですよね。本当にそうですね。二曲連続か、ただしさんがその状況に合わせて。闇点を入れて。カンピーの。え、曲連続ではないか、一曲挟んで。一曲挟みます、うん。結構、その大暴れするイメージはありますけど、はい、の繊細さがね。ただしさんの面白いところですよね。うんさあ、あと三曲です。徳間の親番ドラは三層。 メンツできていて悪くないんじゃないですか悪くないですね全然ハイパイでこれだったら十分戦えますよ 1> 第一弾は何からそして吉田白が統一これはマンズの本日は見ますよね 1> 1ちょっとおとなしくいったかはいペーから。ちゃんと三色の可能性とかもあるからかいいなるほどちゃんと三色はいイニシエのね イニシエですかもう上がりづらすぎて僕大嫌いなんですけど、はい、でも公式ルールだと価値が高いんですよねそうですよねお形めちゃくちゃいいですね<れ>大谷さん本当にいいシャンテン、はい、差し子含みですねただ、はい、差し子にならないマンズの引き方をするとイい,いピンイい,いピンって落としていくパターンもありますねでもすぐに復活しそうですねイピンそうなんですよねいいはい ああ、谷はいい形。西田では数ワン、五九層、九番、ドイツ。これは、九層。タイヤオエ。そうですね。さあ、ちゃんと三色にはならなそうになってきました。ウーピンを引いて、ここはピンズ、両面になりました。うん、本一、狙いたかったですけどね。はい。この後、どうするか。これで、さらに、ドイツが縦に。 重なって増えた。なんがにれ、今のまはポンするかどうか考えたかもしれないですね。もうなん切るしかない一手な、はい、時間使ったってことは、あのスープンからポンしていいかなっていう間だったような気がします。といていに行くんですか？といていに行きます。スープンが一番ネックですからね。これといていに行くとしたら、はい。でトンを重ねてもよしで受け駒としても取っといてみたいな。しかし<だ>ここはドローンってた。うん、ドラスバだから。 今度はリーチタンヤオとライチを目指す方向にしたと。あの実際スー、ピン、ポンするかは分かんないけど。はい、一応考える間だったっていう感じですね。考えておかないとね、急に打たれた時に声が出なかったとかありますもんね。んねはい。まあ、もしくは、そもそもあそこでキュワン切ろうとしたかもしれないし。受け駒のなんで考えたとか。はい。あ、ここで外した。そう、に、ね、ここでイーピーピになるか。うん。 二ン入ったら、はい、ごめんちゃんでリーチするし、運送、はい、が伸びたら一品三ンって落としていくっていう構想ですね。お、なんかチート室になったぞこれ、いくか。リーチはせず。なるほど、皮が悪いんですね。はつを切ってるにもかかわらず、はい、チーソーぎりリーチをしてしまうと。はい、ウッパーソーって読まれるかもしれないと思って。うーん。発送短期でちょっと行きづらかったと。街ごろの範囲を引いてきたら、リーチになりますか。 難しいのが、はい、それはそれで違和感が出るんですよ。あの六七八って川に並べちゃうってんですか？だったらこのままリーチした方がマシかなっていう間ですね。さあここで親からのリーチ。マジはパーソンターンキーです。ああ一発キャッチ。でもこれでも結構。ああここにもちょっと待ってください。<laughs> 続いてた。最終手出しチーソーは見えてるけど。はい。 バーソーなら即リーチに来るんじゃないのって逆に思って打っちゃうパターンありますねつまりリーチですもんね、うん、うわ丁寧ここは渡り我慢やはり最終テラシのチーソーの評価が高いですねうんいやしかし、はい、ローソーが三枚見えましたねワンチャンスになったはいノーチャンスになるといくら警戒しているとはいえ危ないですよいやー裏を引いてきた渡り てかもう危ない。ワンチャンス。同じワンチャンスなら、やっぱパーソーの方が危ないってことですね。はいはいはい、そしてパーソーは残り山に一枚。1枚うん。ローソーは山に一枚。これローソーも結構ね、ポイントなんで。四枚目のローソーがどうなるか。はい。ローソーね、持ってくるとワンン。 ノーチャンスになっちゃうんですもんねめちゃくちゃ危ないですよ各社対応しているがパーソン山にいるぞうんどうなるかうん苦しい非常に苦しいここが四万は中し。はい 4万が中筋ぐらいですか。もうね、大谷さん、降りてるんで、はい、ここは報酬しないが第一なんですよね。はい、ただ、つもぎりリーチだから、はい、関数ワンとか出てきてもおかしくないっていう。はい、切りましたけど、結局。はい、結構しぶしぶ。しぶしぶですよね。よねこれパーソンに。手がかかることはありますよ。かかノーチャンスになったりしたら。あ、遠いとか、自身でタイヤ落ち、ドイツ上がった大谷、ここは報酬回避できるか。 やっぱやっぱり初チーソーって切り順が情報として出てますからね。うん、あ、ローソー、これでのチャンスに。吉田からはパーソーがのチャンス。ああ、なるほど。はい。まあ、とりあえずローソーから打つとは思いますけどね。はい。ロードラが取った。ったこ小出大谷さんも、ある程度。助かりましたね。うん、ローソー四枚目見せない。 じパーソンもまだ山に一枚います。ですね。はい。四千オールですよああ。あと手番は。あと二回か。そうですね。はい。大谷さんが手詰まったルーキー。あ、来ちゃた。リーチタイヤオーツも。リーチタイヤオーツもチートイツ四千オール。起きい上がり決まりましたね。 ここは瀬戸熊がここ瀬戸熊負けじと4000ホール決めてきましたそうですねあのー、町は読まれるかもしれないけど、はい、しっかりリーチに踏み切った恩恵が返ってきましたね山に1枚のパーソーしっかり詰まがった親がれんちゃんですんドラはトンここでソーズの上にメンツが できているのが見えます。イワ、e e、ンモトイ、イワンリアマか。あ、うん、でもそうすると二面ツあるな。二面ツ。はい。四五七八九とでイーソーもあるから一気通貫は見ますね。いっはい。ということは第一ラ級層。さあ野蛮レンちゃんドラはトン。お、ォーはピンズだ。あリャンゾーからってことは相当染め意識ですね。そしてこちらはペイちゃんの石だってペイが統一。 ドラ表示牌がペイなんで。はい、多分出たら泣くかな。もう二枚目ですもんね。次のペイが最後のペイ。うん。わあ<ー>、大谷<ー>の手が順調に伸びてくる。これはチュンとか打ったらポンだぞ、はい。打たない。ローソーから。めちゃくちゃ立てみましたね。本一にうう。本一も見てるし、チャンタも見てますね。 チーソーとパーピンはチャンタの種なんで、はい、わららららら,ら自力で引いてきたもちろんはいらないってあれ何たんきありますねわあ瀬戸駒さん天杯だけど外すかこれはいい位置に行った町はペンさんはここは強気でリーチに行った、うん、しかしこれ大谷も押し,し、ね、押し切りたいですね、うん、いいシャンテンこんな価値ある<谷>いいシャンテンは。 クマさんは親番であることを、はい、あの有効に活用するためのリーチですねこれは親をみんな降りてくれよってことですかそうですね牽制力もあるし曲がったらベンチャンもできるし、はい、天杯を外すともうリン両造三造を持ってくる以外はずっとつもぎっちゃいそうだから、はい、自由に打たせたくないっていうのを優先したアスジノットサンは石立シが一枚持って って言って川に一枚切られている。残り山に二枚ですうん。ちょっと数層切った後、E 層切りリーチなので、はい、変速点の可能性もあるって考えて一瞬止まりましたね。ただわたに告白をしていった。石立さんが打つような手配じゃないから、ベタ折りになりそうですが、とりあえずチ小ー層ーはいった。数層 E 層の切り順で。 そんなに当たらんやろとペンチー層もなさそうですからね急須を切ってるから、はい、吉田もいいシャンテンで粘っていますがうどうなんでしょうこのドラガトンっていうのはあ積もった積も上がりです瀬戸熊リーチ積も1300オールは1400オールいやこれ見事な見切りのリーチですねあの、はい。なんとなくこのルールだったらソーズの一つ一本ではい。切り飛ばしていくのも多いと思うんですよう 親とはいえやっぱり無系でドラもなくてっていうリーチがちょっとこう打ちにくかったりとかう、うん、そうですねいや本当そうでだって今、はい、上がって1300オールだけど一、はい、通になったら4000オールでしょそうですね全然打点力が違うから外しもあったんだけど、はい、やっぱり2像三像の2種類だけに頼り続けるのが損だなっていう判断うリアルを見た瀬戸熊の一打みたいなはい せと熊上がりを重ねています。トウサン局の日本ば形良さそう。トラは三品。トラさんは結構耐える展開が続いてますね。ですねかわしても決まったけど。はい。だこう爆発するタイミングを見定めてっていう感じで。うん。ワクワクしますけど。いや本当もうスイッチ入ると止まらないんで <laughs> 手,手がつけられないぐらい高打点は上がり始める。<laughs> はい、えー。 白は一切れ、この白はポンになるぞ。さあ、白、石田手が仕掛ける。これで石田いいシャンテンです。サンドラを引いてきました、瀬戸熊。白は二泣きに見えなくもないんですよね、実際は違うけど。はい。ということで、結構周りは、ある程度かぶせていく気がしますね。安いんじゃないかって思って。はい。 たまたま確かさっき重なった悪だからにきに見えるだけけなんですけど、ええ、でも実際にドラもありませんし打点はそうですねあの結果的にはたまたまなかったんですけどたまに2泣きだから安いと思ったら後重なりだけだったっていうパターンでドラドラが出てくることがあるんではい、はい、<laughs> ありますね、はい、今回はたまたまドラはないパターンなのでなんか2泣きに見えるような手配になっちゃってる、はい、結果的に。 大だってここは瀬戸熊の親をかわしていきたいところですそうですねあんまり連チャンされるとねこの後苦しくなっちゃいますもんねいやこれうっかり6線オールのいいシャンテンになってるでしょ瀬戸熊さん2冊しの3色でピンフもあるドライチもあるあわわ止まらないうんしかも今くまタイムの入り口まで来てると思うんで、はい、もう多分降りないこの手はうわ<ー><ー> リーチダインスーソー。くしくもまたローソーチーソー払い。スーソー。スーソーは2枚吉田に持たれているが、2枚山にいます。倍イチね。スーソー。あ、ごめんなさい。1枚ですね。はい。して、イーソーが3枚。いや、十分だよ。イーソー積むのにロコールも大きいもん。でも、なんかスー層積もりそうな気がしませんか。トルネードの予感。<laughs> なんかこうそういうシーンをいっぱい見てきたじゃないですか。そうですね。いやあ積もるかわかんないけど積もったらもう強烈。ロックセオルは本当に位置抜けが見えてきますよね。この一回戦とはいえここでロックセオルは大きすぎますよ、はい。さあぜひ数層で積も上がりたいセト熊ですが残り山に一枚数層。 感触はばっちりあると思いますね、つもの着方と、はい、さっきの1300オールの上がりと、<イ>あれ、テンパってるでしょ、しかしドラマタギのリャンピンは打ちづらいということで、迂回大谷さんもいいシャンテンで粘ってるんだけど、そうですね、チートイツのいいシャンテンだが、またローソーチー僧の切り順で気持ち悪いんですよね。うんここは急走頑張ってて押ししいきました、うんいつも ルネらなかったですね。そうですね。リーチツモ、ピンフドライチ2600オール2800オールです。とはいえ大きくないですか？2800大きいです。大きいですよ。普通に普通にほらこう三色高め安めがなかったら十分じゃないですか。はい、あ、すごく嬉しく。わかりますわかります。分かりますちょっと高めが高すごく高かったからみたいな感じです。うそうですね。2 6オールか6000オールの違いだったんで。はい 冷静に考えると2-6オールもすごく大きい勝手ですよね大きいですねだってこれで5万点近くになったんじゃないかさあ一抜けか瀬戸熊まだ気が早いまだ気が早い <laughs> あ,あ 5, 万5万100点ですね三極、はい、の三本ンボラワリアン1ですこうなると、ねはい、瀬戸熊さん結構野蛮って手なりモードになるんですようーんもう来るがままにはい まっすぐ行くみたいな、変に手役とかに固執せずに。も、はい、う、もう、と、ダブトンから行ってるもんね。一枚切る。完全対抗率優先。はい。結構、こういうの見てる気がします、過去。枚数優先ですよね、これ、完全に。ほら。普通ね、はい、ダブトンアートになりますからね、はい、枚数触っても。再び瀬戸熊のリーチが飛んでくるのか。リーチ。うん、はい、石田という、ここで。 この形です。ピンフのいいシャンテンですか。換算層からぜひ引き入れたいところですが。うん、あとは三ピン入った時に、カンチャン残して、三色を無理やり狙うかどうかとか。はい、ちょっとありますね、選択。えー、でもないか、ドラがりあんまんですもんね。これ、ドライチありますけど。うん、ない、はい。あの、例えば。ウワン引いた時とかは。 りゃんりゃんは引いたらリーチになります、ね。りゃんまんはリーチで問題ないですね。三蔵が今一枚切れちゃったんですよ。はい。何が一切れ。うん、ただ単位は変化まであるから。はい。ここは々になりま、ね。ということですね。はい。うん、一切れでドライチのリーチか。打ちづらいけど。はい。なんか打つ気がするな。でもこう瀬戸熊を押し返してきそうな。あ、もうこれでなくなった。三蔵二枚入れ。二枚切れちゃった。 そうですね瀬戸熊さんの切り順が異様ですねやっぱりダブトンから切ってチューンなんで、はい、捨て灰で圧もかけてるんですよこれって怖いですもんね、うん、私は面単品ドライチぐらい入ってますよって捨て灰で示唆してるんですね、はい、多分意図的だと思うんですけどうんその圧にもう僕なら負けます <laughs> 私も、うん、怖い怖いやばいやばいってなっちゃうの 石立さんが今、リャンピンアンコになったことで、すごく価値のあるいいシャンテンになりました。ヤ、はい、ンゾウ盾とかね、水槽盾とかも対応できる。うん、はい、吉田がいいシャンテン、石立がいいシャンテン。どうにか瀬戸熊の親を流したいところです。そうですね。うん、ちゃんとうがない。うん、大谷さんはきついね、はい、これは。きた。 一ラ。1さあ先手を取ったのは石立です。待ちわらうワン。さあここで多分まっすぐパワーワンてどこまでも行くかな瀬戸熊さん。ドラだけはやめると思うけど。はい。ラウーワン残り三山。ドラもある？ドラは一枚ありますね。一枚あ二枚あるんじゃない？一 ドああドラ椅子1あドラは枚ンとここに来た,まったー、うん、ま上がりだリーチツモドラ位置 1, 2, 1, 300, 2, 300のまりましたねこのままツルツル1万点割ると危なかったけど。 トン四曲です。もうなんかまだトントン四曲っていうか、もう結構やった感ありますね。そうなんですよ。吉田初めての親番なのに、結構盛り上がったなみたいな。いや序盤が結構濃かったんで展開が、あ結構我慢してきた高橋さんがここでどうするか、ハイパイはいいぞ。ドラはなんです。うん。あおたにはマンズが多い。ドラはなんで？なんちゃで？何がといつ？はい。 あ,あ、無理に染めなくていいな。勝手に染まるパターンが嬉しいですけどね。瀬戸熊はもう三面図出てで、えー。しかも、差し子のいいシャンテンだったぞ。<ん>パッと見、ちょっと今一瞬しか見れてないので、はい、わかんないけど。じゃあ次、映るのを待ちましょう。はい、パッと見は、差し子のシャンテンでした。ムムムー。あってましたね。三 <laughs> 万とか、ウーワンとか引きたい。いや。でも、ここも。 簡単に降りないでしょそうですねもううてはちょっときついですね厳しいが公式ルールで役配のドラトイツって、はい、基本的に降りないんではいどう攻めるかもうエンジン全開ですがはいただナンが泣けるのはしばらく時間がかかりそう,うんこれはイーペーコーあるから9ピン3枚入れらしいはい そして親の吉田だって、頑張りたい。いいシャンテンですからね。はい。わ、いい感じ。ああ<ー>。石立さんも降りてはないですからね。で、くるくるってるね。うわ、ここで再び瀬戸熊からのリーチはリャンウーアン、りゃんうんわん。うんわんが高め三色。いや、もう無限に来たって感じですよね。いやー、でも、大谷も追いつく。 ワンワンって、一枚なくなったが。スあ、なんでだ。あ、あ、でもこれチーワンもある。三万かチーワンだよ。わあ、チーワン危ない。これ、ワン。うん、これ、あの、もう。仕掛けマックスにしてるんですよ。はい。だから、瀬戸熊さんは。あれ、テンパってる。うん。これで吉永せん、テンパイ。あ、そう。魚谷さん、積んだ。両方、あ、これ。安い方。安い方。タイヤを。 1500の上がりです、うん、安い方になりましたね公衆にはなってしまったが助かったか、うん、助かったでしょうこれはそうですよね 2>, 2万3万つもだと7700公衆でしたからね公衆の幸いとはこのことかもしれないただ大谷自身もドランさんの勝負手だったからね、悔しい気持ちあるかもしれませんがたださんがしっかり仕掛けてかわしに行ったっていうのが あの結果的にはね、正さんの一番いい方向になりましたよね。えー、あと四曲の一本場、ドラワーパーソーです。一回戦から濃いですね。恋 <laughs> <い>が。なんかもう帰る頃には、お腹がいっぱいすぎて。<laughs> うん、もしくはカロリー使いすぎて、お腹減って帰るか。あ、<laughs> 減ってるかもしれません、確かに。さあ、どうでしょうか。こちら親の吉田は。 ピンズが若干多い形でありますが、そうですね。ピンズの染めては考慮すると思います。丹リャン梁造といつになるとちょっと染めづらいか。ええー。そして石だては白がといつ。ただドラがない、うん、ちょっと仕掛けづらいですよね。 仕掛けが多いい石立さんとはいえ、はい、ドラ使えるけど難しいところどっちもあるぐらいですかやっぱ仕掛けなかったですねそうですね白 1>,、うん、1枚目は泣かずせめてドラが入ってて、はい、6九飛車っていう両面ターツが完成してたら多分仕掛けたっていうバランスだと思います大谷の手がぐんぐん伸びるぐんぐん伸びるぐんぐん伸びるが現状ドラが出ていってしまうなんだこれ 保留したこえっ、ー、と保留するってことは本一までの伸びも見てるんじゃないかな、はい、例えば7万9はもう有効範囲になりますからねこれ関しない、はい、例えば発が重なるとか<え>自然と本一にいける時のために一旦喚起しないでおいて、はい、サブロス外か行いったら喚して攻めるかもしれない。はい この公式ルールではカンをしてもカンドラは増えません。はい。なのであほらやっぱりそうだ。さあマンズの本一、うん。有効杯として四枚目のパーワンを数えている。はい、その順通のためとして見てるんですね。九万七万とかもしかしたら持ってくるかもしれないし。はい。うーん。 さあ、そして親の吉田はちっといつのいいシャンテンでしたが、ウーピンがおんこになった。うわ、来たよ。ムムムこれで大谷天敗、虎を切っての天敗は、サブ。ヤンウーソ。うん。数番来たら、本手になる。数番引きはリーチになりそうかな。あれ、あ,あれ、あれ<ー>、あれ、しょうがない。数番引きたい。数番 <laughs> 引きたいですね。引きたい。 結構山にいるかもすんまん、まあ、1枚切られているだけ、はい、うわ,うわなんだこれそん,なそんなすごい表情には出ない菩薩の表情ですけど <laughs> なんか別に当然のドラキリですけど三枚もただ続けてこられるとちょっと、うん、あ、いっぱいだリーチートンタンキく<ー>、えー、これは吉田には通っていない牌です いやーでもノーチャンスですね。老総う,うち老総か三総かですね。あ、数総がもう四枚見えてるから老総つもぎりだこれは。一応照らし。さあこの老総今度は石立てが仕掛けます。でもチーピンは打てないからうん白枠になりますね。白<ク>つまってた。<ー>トンは？トンは一枚切れてるだけ？うん。 ですね。うわ、ローピン抜けた、タンヤオの方。最初だて、テンパイ、三ピン、数ピン。かわしてが二人。ここにトンがいた。ここにトンがいたか。まあ、でも、出ないか。残り一枚。数万欲しかった。欲しかった。九万は当たってもおかしくないが、テンパイは偉いと。数万流れる。いや、あれさえ来ればね。はい。 リーチまである手だったんだけど。ウォタそう吉田はトントンキトン。ああ一間れかこれはねあの自分で七巡目に切ってるから相当打ちやすいトンですね。ーリーチチートイツ四千八百を五千百の上がり、うん、まあ打ちますよ。 あれはーチートイツと断定できるような皮もなかったので、はい、例えば6切ってリーチして、はい、5も切ってたと思うんですけど、はい、なんか6とか5とかどっちかノーチャンスとかになると、はい、違和感があるからそこでチートイツかなってかなり読み筋に入るんですけどまだそういうノーチャンス情報も出てなかったんで、はい、あれなんだこれ。チャンタ 吉イヤ親ンがレンチャンですと4局の日本馬ドラは9ピン先元杯ウーピンでしたしねそうですねで、まあ、6, 6切って5切ってリーチみたいな、はい、あれ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 あららららららえー、なんちゃの大谷いいシャンテンわさしごだ瀬戸熊もすごいみんな高まってるららららら手役に高まりすぎじゃないこれ <laughs> あいい傾向ある

大谷に転廃ペンチーピンです一発もないルールなんで裏ドラもないし、はい、闇天がセオリーのやつですねあとはターチャーが追いつくかどうかうん、あこれドラ切りあるぞさあドラを切っていって瀬戸熊これでいいシャンテンう,うわって感じですね大谷さん リーチしないのがセオリーなんですけど、はい、リーチしとけば手なそうなドラ。あ、これで七万切りだ。ローワンが三枚見えてる。さあどうするか。まあ正直あんまり変わんないんですね、これ。カンローワン残しても。はい。それで一瞬打って考えた感じ。よしあのいいシャンテン。みんなみんない,いいシャンテン。うん、ウルタニダキ天配。すごいですね。 こんな序盤で、ちゃんとドライ一転廃とか。チー、うん、ピンは。三枚あるんですね。そうですね。四万引きたい。今、今日は四万が厚い。ところ <laughs> 大人気の四万。あ、来たよ。これ狙い通り。さあ、大谷。転廃が九ピンと、e、イピンのシャンポンに変わっています。枚数は減ったけど、打点アップ。 <あ>テンパった。でも3色つかないんで闇<天>、うんまあ、ついても闇点だと思うけど瀬戸熊の闇点は関数1これ E ピン1枚しかないのか大谷さんはそうですね E ピンが1枚しかないこれ大谷あ<ー>あな<ー>んだここは今度は大谷の上がりちゃんとドラドラ8000は8600見事な闇点からの変化、はい、捉えましたね 瀬戸熊さんの独走が止まった感じですね。これで。そうですね。そしてこちらに一度小休止、選手の小休止が入ります。はい、まだ一回戦目の、たンぱが終わっただけなんですよ。はい、いや、結構もう一回戦終わった感覚ですね。<laughs> 僕の中では。今何人予約したところです、ね <laughs> はい。そうです。そうです。ね、いや、でも見応えたっぷりですね。見応えたっぷり。うん、そして、親のチート率が4。四、四局中というか。 はい、で3回で回すよすご確かにルールの特性上チート率って狙いいやすすんですよ、はい、あの打点上昇率がすごく高い役だし、はい、リーチして積もっただけでほぼ満願満願作りづらいルールなのに。はい、っていうのもあるしあとはそのんか手役が絡んだ時だけ行って、はい、それ以外はやめようみたいな、うん、オンオフが作りやすいルールだから。 だから序盤から受けた結果チートイツになるパターンも増えるから。はい、確かにルール的には多くなるんだけど。でもこれこんなにチートイツ、ねうん。いや、結構多い。そう、それでも多いぐらいですね。<laughs> しかもしっかりとリーチして決まってるし。はい。0 0オール4800と。うん、そう。うん、さあ、そして今展望が映っていますが。うん、展望の入れ方も見えますね。そうですね。結構展望の入れ方も特徴でいいじゃないですか。伊沙 <laughs> さんは。 綺麗に入れてますね。はい、私は結構。雑多に入れます。僕は。そう、浅田さんタイプ。焦っちゃ、その入れるの手間取って、待たせたら悪いと思って、いっぱいバーって入れて、後からこ。こっそりちょっとね、<う>暇な、<う>暇な時にというのも変ですが。うん、揃えたりする。さ戻ってまいりました。再開いたします。今の上がりで。難波に入ります。南一曲大谷の親番です。 あのあんまりその石立さんのいいところみたいなのを出せるハイパイとかツモがきてないんですよねやっぱり仕掛けが特徴的なプレイヤーだと思うんですけど、はい、そのペースを握るような展開になってない、はい、まあ本来一番本領発揮できるのはリードした後のかわしなんですけど今リードされてますからねそうですね。うん じゃあ、石立がここからどう立て直していくかも見所となりそうです。はい、大谷の親番ドラはパーピンです。こちらが親の大谷。決していいとは言えないが。はい。ってとこですね。どう手役からめるか。手投りでいかないなら、例えば、本一を見る。はい、マンズですね。はい、そして、ダブナンと一が石立。はい。瀬戸熊はドラが一枚ピンズが多い形。 こちら吉田総ずがいつなのも見えてくるか、ねうん、ああウーワンが過剰に来ました、ね。<laughs> 過剰なんですか。過剰に、<laughs> う四、ん、枚は過剰？四枚はあでも嬉しいですからね。<laughs> 過剰はなんかちょっとネガティブで良くないですね。<laughs> ローワン肩、カタカ<タ>あウーワンかウーワン肩。ウーワン肩。ン <laughs> ンさあまたにウーワンが今度は統一になりました。ここは九番を打っていきます。本意とは見切る形になりました。はい。 さ日、うん、差しもあるな。ええ、いいキャンピングを引き入れたところ瀬戸熊です。瀬戸熊のね連チャンから一度上谷がそれを止めた形になりましたが。ですね、ま上谷さんもね、はい、あの九千六百上がってペース握りそうっていうところから止められてるんで。そうですね。行ったり来たりみたいなまだ。 たゆ立ってる感じですか誰がペース握るか、はい、あ、ドラそばだけど打ちましたねそうですね吉田打っていきましたということは染めてまで見てますっていう意思表示ですこれはリーチを優先しているプレイヤーだったら自敗打つんで、はい、ドラ位置でリーチ打てばいいやみたいな感じで、ええ、そう うん、ピンズだ、スー、ピン。一応 E3 点ですね。チーピン入るとピンフードライチ。差し子も見えている。ああ、でもチーピンが目に見えて三枚なんですね。バニ。あ、これは一気に。一気に染めに行く吉田です。ナン、うん、はポンが入る。そんな、ま。あ、ドラが。か、解消。 キューピンも二枚切れてるから一旦キューピンになるかおおーもっとっ数ピンから出てましたねなるほどこれは現状4と1なんで、はい、次のピンズ重なりは真一、はい、チートイツドラドラのいいシャンテイになるってことですねとんでもないとんでもないそんな恐ろしいうん例えば二枚切れてる最後のキューピン、はいはい、持ってきたら大変なことになるとうわ怖いけどめちゃくちゃ見たいんじゃないですか <laughs> そうですね チンイツチートイドラドラは積もって六千一万二千ありますからね。ちょっとさっきも八千オールみたいな、オールの話したじゃないですか。はい、上回るような可能性がます、ね。公式ルールですよ。三倍。ダマ三倍まんはちょっと強烈ですね。<laughs> うわー、怖いけどみたい。ただ、いいピンポンするほどでもないんで、はい、一応リアンワンっていうたツはまだ残していると。リアンワン入った時はシャポンでリーチですね。ええ 天敗じゃない、うん、カンパスを、何本だ。天敗だ。はい、カンパスを天敗ってますよ。吉田に天敗。そして、ダブナンを、泣きまし、泣いて、天敗ですね。石立では、小さ。小さ。捉えた。これは、石立での上がりです。ダブナン、二千点の上がり。まだね。はい。美濃屋を放てない感じですよね。んその。うんな、そうですね。 大谷さんも瀬戸くさんも結局なんか大量特典ではないし。はい。なんかこうね、いいところでかわしいよ <laughs>。いいところでかわしたり。大物手放銃したりとか。はい。ということは今沈んでるとはいえ、白鳥さんもまだまだここからってことですね。ええ、石立の二回目の野蛮です。ドラワーパーは。何二局です。大熊は。形はちょっと苦しい。うん。 ドラパーは。ああ、ここもくるしい。となると。お、おいいとこいったよ。さあ、ここから石立ての逆襲が始まるか、うん。現状安いですけどね。はい、一応に差しの可能性とか。変化はまだ見えてます。親繋いでいきたいですよね。つなぎたいですね。せめて原点までは。 戻したいがもしくは展開次第では一人沈みもある状況なので、はい、うどうしてい見ことですか,誰かを、はい、4ポイントしか違わないけどその4ポイントで負けることもありますからねトーナメントだと、はい、そしてロンロンの,あの投票あやってますね投票の結果が出たそうですあもう出たんですかはい一,一番人気誰だと思いますか 一番人気これね一一番番人人気がどういうことですか総額10万円をみんなで割るから、ねはい、一番人気は一番その勝っの当選した時の金額が下がるじゃないですか、はいはい、だから逆張りをするプレイヤーも、えー、プレイヤーというかそういう,そういう人も、ねはい、いるんですよ。はい、そう考えるとね意外とね分かんないですよ。 1>, 1位は僕はねいやす昨<日>僕言っていいですかむしろ <laughs> 解説の立場でそういうのはどうなんでしょういいんじゃないですか,かい,いいじゃあ僕の予想、はいはい、一番人気一番人気じゃなくて、はい、あ一番人気か一番人気いやーでも瀬戸熊さんやっぱりっそう魚谷、はい、石立瀬戸熊 おお。さあ答えは、ちょっと今、結構勘もあります。<laughs> はい、あんまり深く考えてない。それは十三番人気。十三番人気そ。それ、その、それは十三番人気みたいですよ。すごい、よくそんなすぐ一瞬で出てくるんですね。<laughs> ええー、なんだろう、一番人気。一番人気。一番人気は魚谷。瀬戸熊。吉田よしだ。なるほど。やっぱ魚谷一番は。 結構さすがにもう入るかなみたいになったんですよね。ちなみに昨日の結果は一番人気通りだったみたいです。えすごくないですか？それで、はい。みんなみんなが合ってたってことです。一番人気通りで、はい、当選者は何人？九人だっけ？なんか見た気がするぞ。昨日は三十六人。三十六人、三十六人か。でもそれ めちゃくちゃ見るのもドキドキしますよね。トーナメントは二着まで勝ち上がりなんだけど。どはいはい、そのイベント的には3着も。三着まで。まあ、実数四人の順位を調べるってことですから、はい。そうです。そうです。それはそれで楽しみですよね。はい。さあ、そして。ええー、石立の親番。うん、今はね、差し子の可能性がちょっとある状況です。はい、でしたね。 スーピンから入るとさし子が追いやすい青谷はスーピンで手が止まっている結構場としては煮詰まっている順目になっていますが、うんまあ、正直手配価値がなさすぎるんではいさあ3ピンポンして石立てがいいシャンテンそうですね相当手広い単野のいいシャンテン、はい、瀬戸熊さんすごく嬉しいペンチンは入った瀬戸熊もいいシャンテン <お><ん>急に銀が温庫になった、うん、これで転敗サブロワンサブロワンも強そうだしなんなら瀬戸熊さん転パったら売っちゃいそうですねそうですね三ワが出そうああ吉田がロワンを吸収しているくくドラドラの吉田ですが渡谷さんが唐突にツモを聞き始めましたねそうですね仕掛けが入るとツモが聞いてくるとかもありませんなん,なんか能力ありませんかそういう時でも いや、僕は信じないけど。<laughs> はけど <laughs> 私は結構そういうのあるなってなるんですよ。あ、リャンマン、三色ドラドラ。吉田に天敗か、リャンマン。天敗。あれ、これ。つもりさんこ、こあ、何、仕掛けが入ると。<laughs> え、というか、瀬戸熊はどっちが入っても。豊潤になりません、これ。本当だ、リャンワン。でも、打点的には。ああ、これ、リャンワンだな。これは吉田の上がりとなる。 三色ドラドラ三千九百。本当だ罪でしたね。そうですね。まあとりあえず上がれるし、えー、旬だと上がれるし、はい、しかも親の石立さんの見物ですからね。はい。山内の一手ですよね。小下が。これで。 ええー、な三局となりました。瀬戸熊の八番です。うん、南蛮になると、ちょっと、サクサク、はい、そうですね。はい。連チャンがなく、上がりが決まっています。ドラはトーン。瀬戸熊のハイパイ、ドラが一枚。三橋。うん、決してよくはない。そうですね。吉田はこちら、こちらです。え、ちょっと、今気づいたんですけど。はい。正、はい、さんトップ目。 むむむですよね。本当だ。耐えたいで。あの要所要所でかわしてとか中級の点を決めて、はいはい。親番でチートイッス上がって。漫画、うん、は。上がってないですもんね。吉田は漫画。上がってないですね。2> 2そうですね。で、今の三千九百で。はい、で、他の曲は耐えたいとかで。じわじわ来てる感じですね。そうですね。粘って粘って。うん 石立さんにとっては最悪の展開です最悪なんですか最悪ですよだって親で加点できなくて親流れて一人沈みですよ、はい、確かに上が三人並んでいる状態、うん、どうにか打破していきたいところですそして親番の瀬戸熊ちょっときついですね誰がいいですかいや 正しさんかなあ。石立さんも悪くはないんですけど。はい、形的には悪くないんですが、うん。打点もないんですよ。ってなると形がいい、良くて、はい、高打点もまだ変化で見込める正しさんなのかなって。ローアンとかね、<え>持ってきたら面端ピン抵抗とかあるし。はい。石立さんはシャンテン数は強いけど、はい。結構価値が低いじゃないですかこの手って。ね、ピンフもない。 3色もない単葉もないドラもないみたいな、はい、なんかこの世の終わりみたいな <laughs> まあでも上がれれば十分かとなるとここでさらに離されるのはちょっと嫌ですよねいや嫌ですねあこれでちょっと夢見えましたねドラが、はい、ドラを引いてきました石で。これはもうドラ短期でリーチ、うん、もうドラ短期リーチですね一筋の光が差した感じですはい そのドラが、三人にばらけてるんですね。はい、<今>はい、そうですね、現状は。石田と、瀬戸熊と大谷が持っています。うん、瀬戸熊さんも、きついですね、この手配。うんもうおそらく、半分諦めて、そう、この手配は。まだ、大谷さんの方が、天敗の可能性ある。 れきついなもんだってそうですねちょっと瀬戸九段、ま、このままだとまあでも急にまた妻が聞いてくるとかいう現象もありますからかか、はい、吉田さん相当守備的に入りましたねウーワン切ってはいイースピンかってことはウーピンチーピンかイースピンは悪くなさそう、うん、そうですね一般にロ前見え こちらですね守備的に進めた、うん、ドラもないし、はい、ちょっと順目も深くなってきたんでもう安牌2枚安牌候補を2枚残しながら転敗できればもうそれで十分っていう構えはいこれはさっき上がった3900でちょっと余裕できたのが大きいですね吉田自身からドラ1枚も見えてませんからはい事故りたくない慎重にこれは有効杯だから 1> 1枚自敗を打つかより守備的に何か数敗を打つかここは一旦流派すぐに詰まることはないだろうって感じですかマンズも持ってるし、はい、比較的全員の安全度も高いんでいやーきついうーん拙得もまだ時間がかかる。 大惨を受けたこの曲はあめました。あとは石立てが天パするかどうかう、ね。トンタンキー。はい。ん？ちょっと待って。イースピンめちゃくちゃいない？イースピンめちゃくちゃいます。一枚しか持たれてなくて、場にゼロってことは七山。二枚持たれてます、ね。あ二枚持たれてる。じゃ六山か。はい でも六山この順面の六山って六山両面はすごいんでこれうっかりトンとか重なるともう上がり待ったなしみたいなああ瀬戸熊さんがむしゃらに3品を仕掛けたはいあ形式転敗そうです、ね、っていう親をつなごうということですね、うんまあ、うっかりトンがね連続できた時はあるかもしれないみたいな、はい、さあただ<ん>当然リー 1,、ね、1>, 1枚さあトン1枚山にいるぞ石立のリーチ 玉馬さんは持ち点も含めるとトンは打たないですねテンパってもここは各社受けるトンは誰からも打たれることはない,い積もれるかどうかたら面白すぎますね点数状況がそうですよねっ <laughs> てオーラスすごいことになりますね旗から見てる立場としては積もってほしい、はい、みたいなそうですねやっぱいい勝負してほしいですからね一、はい、人離されちゃうとか二人も可能性が薄いとかよりは 全員ががる方が見応えありますからね、えー、まあさっきの10万円総額キャンペーン的にも <laughs> そうですよね <laughs> うんその方が連名チャンネル的にもね最後まで、ねはい、見てもらえるかもしれないし本当にあのみんな応募して、はいあのね、そういうのも楽しみながら見て頂けたらいいなと思いますが、うんはい、しかし積もれずはい積もれずこれを3一応配定を吉田さんに渡してはい 吉田さん手詰まってたら打ってくれとかそういうのとかもありますよね、うん、さあ次がはいさらにうそ回いや嫌がらせからの嫌がらせみたいな <laughs> さあしかし泣かずこれが敗転の範囲です。ん三局は石田手の一人手いぱいで両局となりました。あ 瀬戸熊さんが背底ツモを嫌が嫌ったののもあるのかちょっと見落としじゃなければ完全安排がなかったかもしれないんで、はい、完全安排なければ敗庭の違反で打つよりは今打った方がいいみたいな筋の嘘を添えで打った、はいはい、そっちの方が可能性高いかあんまりなんか渡したりしないですもんね瀬戸熊さんその, <laughs> あの背庭を相手に。 それって例えば背底の範囲ですごく安全牌を引いてくる可能性だってあるじゃないですか、はい、ありますそういうのってどう考えるんですかねその可能性よりも、はい、あの危険牌を掴む可能性の方が高いと考えたのが瀬戸熊さんの選択かなとんなんかそっちですねおそらくなるほどすいませんちょっとそこを見落としたかもしれないんで安牌あったかどうか、はい、でもウーソーは通ってなかったから多分そういうことですねうんさあそして前4局の 一本場です。吉田の親番です。ドラは。ドラはチーワン。さあ、盛り上がった一回戦も。いよいよ何。な四直となりました。すごいね。五万点近くまで一時期は。ありましたね。ましたけど。五、ね、万点あったと思います、うん。みんなこれぐらいに収まってますね。石立さんは。はい。一三二六以上の手作り。 1, 3, 2, 以上、うん、基本はそれが求められるかな。積もった時に一人沈みにならないはい一本場で瀬戸熊さんを沈められるはいまあ今はもうこれ手配がといといやくやクが見えてるんで <A> あんまり難しくはないんですけど。ということでこれはポンしていく。はい白を仕掛けました石田てです。はい これで何もなけると、はい、ドラつ持って一三二六の手作りか、はい、もしくはトイトイになってうん、うん、漫画になるかみたいな。さあせとくがドラはーワンここはマンズを払っていきました。あやの吉田いつなんがトイツなんもちもちですね。あれあ苦しいか。うんでもこれはどちらかというと。はい 麻雀の難易度的には石立さんが行くしかないから結構簡単で、はいはい、他三人の方が難しいですね押し引きが求められるんで例えばこの石立の神茶のウォタニ打つわけにいかないですよね、はい、ワンツモはウォタさん耐えられるけど、はい、2000点とか打ったらもう沈むんでそうですね一本もあります、はい、だから難しいのはむしろ三人はい そんなに浮いてるとはいえそんなに余裕があるわけではないそうですね、うん、大谷はやはり絞りながらのムれこれちょっと今僕気づいちゃったんですけどですか石立さん満願積もるとトップなんだけどそんなことあるえそうだだってリーチ棒1本落ちてるから全員まくるんだけど満積もするとえ でももちもちなんですよねなんはもちもちなんですよといとい吐く足りないわ三…確かに三層,三層数層とかを引いて E ピ,ピンを積もるとか確かに山にある一応可能性はある <laughs> ルートはあるはい、ルートは乏しいけどありますねええー、なんかいろいろありましたけど山いろいろありすぎて すごいそうですね、まあ、そこが一つ注目と、はい、あとはイエシャンテンの瀬戸熊さんこちらですねもう三条さえ入ればねピンフドライチでも足りるトップ、はいはい、もう嫌なんですよだから石田さんへの押し引きがむずいから正、ね、さんもむずいじゃないですかそうですねだってチュンとかションパイじゃないですかうです、ね、ポンしていくってことは将来チュンを勝負しなきゃいけないんではい まあ、ポンして保留とかもありますけどね一旦ポンしといて比較的通りやすい4万打つとか、はい、あとは、まあ、打点がつきづらいリャンズを捨てるとかスルーしたってことはもうこの,、はい、このゲームは最悪上がれなくてよしと。満つ、はい、も,もされたら沈んじゃうけどもうそれは受け入れるそれよりも,もうこのまま流局して浮きで終わる方が、うんはい 硬いでしょってことですね。いや、親番ですが、吉田。んどうだ、うん、これで。あ、これは非常にトーナメントらしい選択ですよね。から、やっぱトーナメントって、こうなりがち。はい、その、ここまで極端な局面が出ると、リスクをやっぱ後回しにして。武器をキープして、あと四回戦につなげていくと。はい 瀬戸熊さんもきづらいよねだって石立さん一人天杯はまあみんなよしだもんこの局面うん確かにうんでも天杯だけだとあんまり意味がない上がりまで見ないとってことは何を持ってきた時に1三2六を見るなら、はい、数相三蔵払いピピ全部見たまだうんトイトイも見たか。 これだと一三二六にするにはる。はい。一手遅れる。でも、E ピンが止められてるんじゃないかって可能性まで見ましたね。さ非常に重苦しい,い。重苦しい。展開となっています。ああ、打てない。ここまでだ。んうーん。瀬戸熊さんも。 チーワンから入った時だけ、はい、おそらく行く。<G> 1 1> あチワンじゃない山蔵だ。山蔵 <三相 S 1> から入ったワン <laughs> って。<laughs> <laughs> じゃあドラですもんね。<laughs> はい間違えました山蔵でした。んうんう？うそ。いやもうやだね。あ,あもうここは現物。一応いいシャンテンはキープ。山蔵入ってもチュン行くかな。チュンねチュンで当たると。 なんか事件。あれですもんね。イーピンの間的に行けるかもしれないですね。ああ、ああ、いいそう。かなり調光してからイ、e、ーピン手出しで。はい、もうピンズのリピン三ピン切ってる人が調光でイ、e、ーピン手出しって。はい、普通に統一落としだってあるし。はい、短期待ちの選択だってある。はい。 短期だったらなんかチューンよりもイーピ p にしそうだなとかいろいろ考えた結果天廃取れる可能性はちょっとあるかもでもその頼るとしたらその前ぐらいっていうことですよね,そうですね一応打つ理由としては、はいうん、ただねもう抜きましたね瀬戸熊さん小さあここは我慢だということで三、はい、人の見解が一致して、はい、この曲はもう石立さんの一人天廃でいいよと 厳しいですね。厳しい。今はあの全員が味方というか協力体制。うん、はい。伊達殿にとっては厳しい包囲網となってしまった。そうですね。そうなりそうですね。あと一杯。はい。次がこちらが最後の牌、はい。はい。この流局を持ちまして一回戦が終了いたしました。一回戦は トップに吉田、二着魚谷、三着瀬戸熊。そして四着に石立という結果で終了いたしました。はい、続いて二回戦に参ります。